岩手県北バスの車両、ビーム1専用塗装費のセレガ GD 羽田京急バスの車両三菱ふそエアロクイーンアイビーム1とは、神奈川県横浜市、東京都と岩手県盛岡市、宮古市及び下平郡に山田町を結ぶ夜行高速バス。路線愛称の由来は、宮古市が本州で最も早く、朝日が見られることにちなむ。 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年4月16日に緊急事態宣言が全都道府県へ拡大されたことを受け、同日出発分から運休となっている。運休期間は当面の間とされており、2021年1月時点で運行再開の目途は立っていない。日本における2019年コロナウイルス感染症による社会 経済的影響をバス及び2019年コロナウイルス感染症の流行に対する日本の行政の対応緊急事態宣言も参照や交尾1日1往復が運行されている。全席予約指定制であり、乗車前に予約が必要である。岩手県北バス、山田支所前、または森岡南から乗車する場合に限り、無料で車を駐車できる、パークライドが利用できる。 2014年から5段階の季節運賃を導入し、S 機関の往復割引、学生割引を廃止した。多客機に運転される増発便の運賃は、通常の三列シート車より安くなるが、S 機関以外でも往復割引は適用されない。2018年から、車内 Wi-Fi サービスを実施している。羽田京急バスは、京急、バス、フリー Wi-Fi、岩手県北バスは、 道のりフリー Wi-Fi。Wi-Fi 利用可能時間は、羽田京急バス担当便が3時間、岩手県北バス担当便が12時間。2003年7月1日から、岩手県北バス盛岡南営業所のある、盛岡南停留所での客扱いを開始したが、同停留所は、市街地から離れている。そのため、岩手県北バスは、利便性を図るべく、 森岡駅森岡南間の接続バスを運行開始。森岡駅バスターミナル森岡南間で連絡バスを運行している。連絡バス運行には106急行バスの出入庫、回送便を活用している。運賃はビーム1乗り継ぎの場合は無料。森岡駅前発は当日の乗車券を提示すれば無料で乗車でき。森岡南発は降車の際に、 乗り継ぎ券を発行する。ビーム1利用客以外でも乗車でき、その場合は、運賃は、大人方道250円となる。2017年7月1日から、森岡駅西口への乗り入れを開始したが、以降も森岡駅東口へのアクセス便運行は、継続している。京浜急行バス、岩手県福バス判例、乗車の見取り扱い、校舎の見取り扱い羽田京急バス。 岩手県北バス運行開始当初は、羽田京急バス、岩手県北バスとも、ビーム1専用塗装の車両を使用していた。岩手県北バスの路線競合の他車線。ありがとうございます。